アップルのイベントっていうのが、新商品の多分発表だと思うんですけども、5月の7日にあって、日本で。え、だから来週なんですね。あるんです。アップルの発表会みたいなのが。で、それが、あの、タイトルがレッドルーズとかいうタイトルがついてて、なんか何でもありとかいうようなイベントのタイトルなので、中身全然わからないんですけども、噂されてるのはですね、iPad の新製品が出るんじゃないかと。 言われていて、iPad でもですね、普通の iPad じゃなくて、今言われてるのは、iPad Pro と Air なんですね。まあ、どっちかかもしれません。噂なんでちょっとわからないですけども。で、もしかして発表されるんだったらちょっと結構重要なことで、これがですね、今、iPad Pro には M2 チップが載ってるんです。M2 チップって MacBook とかに載ってるパソコン用のチップなんですね。で、Air には M1 チップ載ってて、 だから iPhone とかとか違うんですね。iPhone とかのチップ A なんとかっていうチップ、うん、M っていうのはパソコン用の E チップなんですね。で、iPad ってすごい今使われていてですね、デザイナーとかがやっぱ手で、あれですよね、ペンで書けるというのがメリットがあって、うん、デザインするのに必須の道具になりつつある、あって、性能も非常に高いということなんですけども、うん、今度ですね、もしかしたら、 まあ、M3 が乗っかってくるかというふうに言われてたんですけども、最近の噂では、M4 っていう、まだパソコンにも乗ってない、すごい AI に特化したチップ、<ー>高性能なチップが乗っかってくるかもしれない。ちょっと噂の話なんですけども、これが何を意味してるかというとですね、まあうわ、噂ですよ、あくまでもね。次、5月の日に発表されるかもしれない、Mac、iPad Pro ですね。これは、 生成 AI が目玉になるんじゃないかと。うんで、うん、基本クリエイティブ向けのパッドなんですよ。コンピュータ、ー iPad Pro っていうのは。で、あの動画編集したりとか、絵を描いたりとかするもんなんですけれども、それに高性能な生成 AI がもし乗ってくるんだったら、これってもしかしたら、アドビのファイヤーフライするような、なんか僕、 バンバンすごいことができる、法、うん、のパッドみたいになるかもしれない。うん、だから、ちょっとね、あんまりそこの部分に注目してる人いなくてですね、iPad Pro がもうすぐ出てくるっていう、でしかも M4 チップかもしれないって大騒ぎしてる人いる、うん、はいるんですけども、それに乗っかってくる生成 AI っていうものを想像したときに、これももしかしたらものすごいかもしれないと。何、うん、て言うんですかアドビファイヤーフライすごいですよね。うん なんか、あの、絵描いたらですね、あと勝手に全部描いてくれるとか、ギュ、うん、っッと塗りつぶしたらここの背景全部変えてくれるとかですね。そういう今の最先端の生成 AI の妙な使い方、今度、うん、だやつになってますよね、うん、ファイ e p l a y ね。うん、それのもっとすごいやつが今後、来週ですね。出るかもしれない。iPad Pro という名前で出てくるかもしれない。おおなるほど。 ちょっと我々としても注目すべきイベント、えー、です。ね。いや、うん、前回ね、アップルはなんかちょっと出遅れてるみたいな話をしましたけど、ここ,こ数日いっぱいありますよね、AI の。なんかオープン AI と共同、共同、共同すなんかするとか、パートナーシップ組むとか、えー、なんかそんな噂もありましたから、一挙になんか加速してる感じしますよね。あとですね、Google からなんかよ40人の AI 専門家を引き抜いて、 <laughs> ああそ,うそうそうそう。中立に研究所を作る、ビジョンラボというけ研究所を作るとかいう話とかですね。うん、スイスの会社をなんか2社ぐらい買収してて、まあそこの拠点でそういうことをやっていくと、AI をやっていくみたいな話とか、<ー>すごいすごい積極的ですよね。中国ともなんかやるとか話も聞きましたし。まあ、中国の話もね、でもアップルはちょっと中国、非常に重要な商売の場所になってるんでで。うん 今までこんだけ出遅れてきたアップルの、まあ、LLM ね、言語の部分で大規模なやつ作るっていうところはもちろんやってると思うんですけども、シリがね、うん,う,んうん。iPhone、次の iPhone で乗っかっ,っていう噂もあるんですけども、うん、今回の5月の次回のアップルイベントの目玉っていうのは、うん、iPad Pro がもしかしたらものすごい生成、画像生成 AI の、うん。面白い遊び道具になるかもしれない。うん、<あ>なるほど。 というか、プロ向けの、まあ、圧倒くすごい強力なツールになるかもしれない。うん。というところが、見どころではないかと。はい。いうお話でした。はい、だから皆さん、あの、えー、5月7日の夜11時ですね。日本時間。あの、全世界で同時になんか映像が出ると思いますんで、クックが、えっ、ー、と、新型 iPad Pro の話をすると思いますんで、まあ、M4 だったら、まず驚きましょうと。 <laughs> でそこに乗っ,ってくる生成 AI ツールですね。もしかしたら見,と見たこともないすごいことがうバンバンできるかもしれないんで、うん、クリエイティブね、クリエイティブの人たちはぜひ見ましょうということで、えー、案内、案内でしたということです。すごいですね。うん、期待できると思いますよ、今回。い<や>ただ、い高いやろうね高そう高。高い。高い。円安もあるんで、高いと思う。もう40万、うん、50万で、ね。ですよね。えー いやまだわからない。わからないですけど。マックですよね。そこまで行くとね。マックとか変わんないですよね。今でもね、iPad Pro って20万とかするんですよね。うん。します、します iPad。iPad ですよ。iPad だ, iPad だってもう。10万以下のイメージがあるんですけども。えー、それが30万、40万、50万とか、もしかしたらいかもしれない。えーはあ、けども、すごい、すごい魔法のクリエイティブツールと。 5月何日でしたっけ ?7 日 ?7 日です。ああ。なんか、Open AI がもしかしたら5月9日にすごい発表するかもしれない話が。もしかしたら連携、連動してるかも。そうか。相手に言わせといて直後に何かや出すっていういつものパターンか。話題がはっさられてしまんじゃないかみたいな。ねどいやいや、盛り上がっていいんじゃないですか。まあ、ここまでは Apple が発表して、ここからは あのオープン A が発表してみたいな連携はあるアップル、そうそう、出遅れたとか言ってて、あの本当に AI とどっかで提携して、すごいもの出してくるのかなってのはまあ楽しみではありますけどねっていう。はいはい、だからそのデバイスとね、うん、デバイスと絡めて出してくるっていうところが、もし、うんうん、ならばアップルらしい攻め方だいやいや、もうクリエイティブ AI としては、もう非常にずっと関心持ってますんで、いついに出たかって感じですね。はい ぜひぜひ楽しみですね。ただ、はい、もうお金が残ってないんですよ、私。なので、塚本先生に、あの、また見せてもらいます。多分ね、買いたくなると思うけど。<laughs> いや、もう、借金しないと。40万ぐらい。あ、あとね、うん、もう一つだけあ、あれです。ビジョンプロね。はいはい、ビジョンプロは、実は iPhone とか iPad のアプリをいっぱい空中で動かすというのがメインコンセプトで、うん、今回、その iPad プロでですね、そういう、 生成 AI を使ったすごいアプリがいっぱい出てきたら、それをあのビジョン p r o で動かすというような話も出てくる可能性があって、うん、まあビジョン p r o も合わせてですね、ちょっと盛り下がりつつあるんですけども、今、あんまり評判高まらない。v i s p r o はちょっと、ね、厳しいですいや。また改めて盛り上がったらいいなとで、はいで。日本の発売も、ちょっと今のところ日本は外れるかもしれないという噂もあるんですけど、えー、そうイギリス、カナダ、中国。 という,うああれ。あれは、ついに。えだけどまあ、日本ももしかしたら出るかもしれない出たらいいなと思ってるところですあの。ぜひ注目していただきたいということで、よろしいでしょうか。はい。